Thank you.
ただきます。お飲み物が何か。サブローマル蒸留所のスモーキーハイボールです。乾杯。夜のお供で珍しい。まあまあまあ、まあ、あと氷に当てないように注ぐ。そうなの、なんで、うん、炭酸が抜けちゃうからじゃない。へー、当たりはどうやった、うん、乾杯。めっちゃスモーキー、うん、すごいこれ、すごい。なんかキューパーだ、うん、結構確かにアルコール。いただきますよ。いただきましょう。このすごい分厚い生キャラメルサンドです。すごい、うんうんうん、めちゃくちゃ美味しい、うん、クッキーすごいサクサク、うん、すごい。このねっとりとした濃厚な生キャラメルがね、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、合うのか、すごい。分からん。高いんだよこれ。あ、そうなの。300円くらいする、うん、お酒初心者の我々には分からない。少なくとも言えるのは単体で飲んで普通に美味しい、うん、このナッツがねいいね、ザクザクで、うん、くるみとカシューナッツ、うん、結構分厚いから、うんうん、甘いかなって思いがちだけど全然ね、うん、ちょうどいい、ね、中にアーモンド入って、うん、入ってないね、うん、なんでかな。あってアーモンドが出かけちゃったんだろうね。アーモンドいなくてよかったんじゃない。うん、まあ、若干硬いからね、うん、アーモンドね、うん、出かけてよかったね。なかなかケーキとケーキお菓子とお酒もいいんじゃないですか。うん、うん、いいんじゃないですかね。なかなか香りとこのサンドがね、うん、今日はねたまたま子供がね、うん、何時に寝たんだ。6時。6時くらいだね。まあ昼寝をねし損なって、うん、もう5時、ちょっと前くらいからブチ切れててずっと、うん、寝損ねるとね、そうそう、すぐ機嫌悪くなるからね。そう、でも機嫌悪いものね2時間近くわーわー騒いでたよ、うん、なんか遊んでたのに、うん、何かが落ちるとするじゃん、うん、遊んでた積み木が落ちたとかで、うん、めちゃくちゃ怒り始めて、うん、でその後ミニカーにレゴのブロックくっつけようとして、うん、それははまんないじゃん絶対、うん、ちょっとミニカーにボコボコついてないとはまんないでしょ。はまるわけないのに、うん、はまんないってめちゃくちゃ怒ってて、うん、そうこうしてたら作ってたでしょ、うん、その間に別の部屋で遊んでたけど、うん、そしたらなんか向こう行けみたいに言われて、うん、家の中でなぜか、うん、廊下に立たされてそう締め出しにあって、うん、できたよって言ったら廊下にポツンってそうそうないな。そう廊下で10分くらい時間を過ごさなきゃいけないの。すっかり静かな夜を過ごして、なんかすごい氷が溶けていい感じになってきた。ああ、この度数がねこうやってこうやって下がってくるから。そうそうそう、ちょっとね初心者にはね刺激の強い、うん、ウイスキーハイボールですわ、うん、いやでもさウイスキーとかを詳しくなってみたいよね。うーんね、なんかこれは丸いとかさ、これは甘いとかフルーティーだとかさ、うん、言いたいよね。うん、うん、わかります、ね、休み何してきたのって言ったらさ、うん、スコットランドにウイスキーの蒸留所巡りに行ってきたんだよね。フランスのワイナリー巡りとか行く人いるじゃん、うん、それなんか聞いたことあるじゃん、うん、ウイスキーの蒸留所巡りはなんかさらにマニアックで、うん、なんかすごい通な感じがするからいいってこと、うん、マニアックだね。そうね、なんかそういうのいいなと思って。いやそういう趣味があると楽しそうじゃん。ってことは、うん、白州が一番東京に近いでしょ。山梨ね。ってことは次東京に近いの、うん、知ったやってんのかな。知ったってどこなの。え、愛知。愛知なんだ。でその次山崎。山崎か京都。全然詳しくないから、うん、その次はもう陽一それしかわかんない。確かに、まあ、陽一にも行ったことあるんだけど、うん、陽一に行くときはだいたい車だから。そうね、そう、あとねあそこ、まあ、予約しないと飲めないからこの間は飲めなかったんだけど、うん、
リンゴのほっぺっていう、うん、夜市名物のリンゴジュースがめちゃくちゃ美味しくって、うん、昔夜市の蒸留所に試飲に行った時は、うん、ウイスキーもそこそこにひたすらリンゴのほっぺを飲んでて、うん、めちゃくちゃ美味しいのリンゴのほっぺが。それにお酒が混ざってんじゃなくてリンゴジュースただの、いつ行ったんだろう、大学生ぐらいの時行ったんだけど、うん、お酒をちょっと飲み始めたくらいだからウイスキーの良さなんて多分全く分かなくて、20年ものですみたいな。あ、そんなの出てくるの？そう、そんなのくれたので、確かなんかちょっといいの飲みたいんだったら有料ですだったかな、うん、ちょっと寝かせたやつを飲めます、うん、みたいな感じで、うん、まあ、正直よく分かんなくて、うん、飲むじゃん、うん、うーんみたいな、うん、でリンゴのほっぺは確かタダだったの。めちゃくちゃ美味しいんだよねリンゴのほっぺって。しかも紙パックで売ってるんだけど、まあ、お高いんですよ。手軽に買える感じの値段じゃ全然なくて、うんうん、結構高くて。そんなに言われたらね、もうね、うんうん、あれだよ、買いたくなる。なんだっけ、あのお店の名前が全然わからない。え、北海道物産展のお店の名前がわからない。よくドサンコプラザでしょ。あ、そうそうそう、有楽町にある。そこに行ってソフトクリームを食べてから検討。売ってんのかな、行ってみないとわからない。有楽町に、まあ、今日行けないけどね、絶対無理でしょ、もう閉まってる、ね、閉まってる。ごちそうさまでした。